大阪市交通局3001系電車、鹿児島市交通局700系電車、鹿児島市交通局700系電車は1966年に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両である。701AB から 704AB まで在籍したが、現在はすべて廃車となっている。1966年1967年に、 大阪市電3001系の3021号から3024号の4両を購入し、何は後期で2車体連接車に改造した。4両を4編成に改造したため、701AB は3021号、3022号の、703AB は3023号、3024号の車体を流用し、702AB と 704AB の車体は申請した。 車体外観は流用車、申請車ともにほぼ同一であるが、車掌窓と側窓の形状に異が見られた。前面は同じく元大阪市電2601系の800型と同様に、鹿児島市電の車両限界に合わせて先端部が絞り込まれ、同時に正面窓状の傾斜もなくなったため、大阪時代とは印象が変わっていた。側面は、 扉が一編成に3カ所設けられ、車内はロングシートである。走行機器は3001系のものを引き継ぎ、鹿児島市電発の直角カルダン駆動、関節自動制御車となった。台車は、両端の台車は、種ネの FS-252 系台車をそのまま流用したが、連接車化に伴い不足する、中間台車については、NK-26 系台車を、 申請した。主電動機は両端の台車のみに搭載され、中間台車は付随台車とされたが、連接車化に伴う出力向上などの対策は講じられず、このことが高年度形式の寿命を縮める要因の一つとなる。ブレーキについては、3001型は発電ブレーキと空気ブレーキを併用していたが、操作を主管制御機とブレーキ弁で、 それぞれ個別に行うもので扱いが難しかったことから本社ではブレーキ弁を発電ブレーキ制御用の電気接点を有するものに換装しブレーキ弁ハンドルで双方のブレーキを操作するように改められている大車下に装備されたトラックブレーキも引き続き使用された車席は3001系のものを引き継がず心臓扱いとされたなお連接者のため 営業運行時には常時車掌が乗務した。収容力の大きい連接車のためラッシュ時を中心に使用されたが、ボギー車当時と編成あたりの主電動機出力が変わらないため、連接車としては力不足で乗務員に嫌われたこと、運行時に車掌が乗務しなければならないこと、そして乗客減などの要因により、1979年に 旧車となっていた 701AB と 703AB が廃車になった。その後、1985年に意識線と上町線が廃止になると1987年に 702AB が廃車になった。残存した 704AB 編成は1990年に冷房化改造を受けた。この際に全商灯が 今までの埋め込みタイプのものから独立した砲弾型のものに交換された。意識線、上町戦敗死後は平日の朝ラッシュ時に1系統を1往復するのみであったが収容力の大きさを生かし団体輸送にも使用されていた。この 704AB 編成も1994年廃者になり形式消滅した。最後までワンマン化改造はなされず、 車掌が乗務していた。廃車になった車両はすべて解体処分されている。FS-252 台車のみが、交通局内で倉庫として利用されていた800系810号の仮台車として活用され、あたかも大阪市電3001型が蘇ったかのような、体を成していたが、こちらもすでに810号の車体ごと処分されており、統計式を忍ぶものは現存しない。 なお、鹿児島資源の連接車は、その後2002年に1000型が、2007年には7000型が登場している。また、2017年には2車体連接車の7500型が登場した。ありがとうございます。